2009年に石田純一さんと結婚した東尾理子さん21歳の年齢差は気にならなかったと言いつつも結婚すると予想外のことだらけだったと言います浮気や介護の心配をされて2009年に石田さんと結婚されました年齢差が21歳ありますが当時周りの反応はいかがでしたか東尾さん私の友達は 介護と育児が一緒になる可能性や夫の浮気についても心配してくれました友達だからこそ言いにくいこと聞きにくいことをはっきりと言ってくれてありがたかったですねただ人生、何があるかなんて誰にもわからないですよね先のことを心配するよりも今の幸せな時間を大切にしたいなと思って結婚を決めました。 石田さんんのどんなところに惹かかれましたか東尾さん、夫はあれをするな、これをするなと全く言わない人なので、一緒にいて楽です。あと、一度ジョギングをすると決めたら、雨が降っても雪が降ってても休まず続けるところや、ゴルファーはメンタルケアが大切だから、と、一生懸命メンタルについても教えてくれるところも素敵だなと思いました。 お子さんについては、どう考えていたのでしょうか。東雄さん、一人は欲しいなと思ってました。結婚当初、私は34歳で夫は55歳。すでに孫もいたので、夫と付き合う前に将来子供を持つ意思があるかどうか、さりげなく聞いてみたんです。 すると最初に子供を作った頃と比べて今の自分の方が健康的な生活をしているしいろんな経験を積んできたきっと今の遺伝子の方がいいはずだと自信満々笑ら。夫はまだ子供を作る気があるんだろうなと思いましたなぜか嘘をつく夫いざ結婚生活が始まって予想外だったことはありましたか東さん。 たくさんあります。特に時間に関して夫が時間にルーズなことは結婚前から知っていましたが予想を超えていました笑。例えば夫と私の父が一緒にゴルフに行く場合夫は平気で約束の時間よりも遅れてくるんです一方父は常に10分前行動で時間に余裕を持って行動するタイプ 遅刻癖のある夫には待ち合わせの時間より早く伝えていました以下はネチズンのコメントをまとめたものです石田純一さんとは7年ほど番組でご一緒させてもらいましたが家庭円満の秘訣としておっしゃっていたのが以下の言葉でした悪くなくてもごめんなさい何もなくてもありがとう 自らの結婚生活と照らし合わせてもできるようでなかなかできない言葉遣いであり石田さんの奥行きを感じる言葉でもありましたただ当然ながらリアルな話それだけで家庭生活が全て回るわけではありませんこれらの言葉をきちんと受け止めて潤滑油に精製し直す莉子さんの馬力と懐の深さがあってこそ 今から9年前になりますが石田さんの還暦パーティーを8ヶ月かけて企画しあらゆるサプライズを織り込んで成功させたのが莉子さんでしたもともと他人が1つ屋根の下で暮らすその不自然さを日常として成立させるためには双方の努力とセンスが求められる多角的に学びを多くいただくご夫婦だと痛感しますうちの父もそうだった 将棋に行くのが趣味らしいだけどこれまでにのめり込みすぎて帰ってこないなんてことがたびたびあったらしくさんざん母と喧嘩になってたらしいんだよね。で私に対してさえ将棋に行くのにちょっと病院行ってくるとか言うんだよ。私はそんな事情も知らないから病院って行ったのに何時間も帰ってこないのおかしいなぁとか思って心配してるわけ。 本人はつまらないプライドとかでそういう小さい嘘をつくんだろうけど母以外にはそんなの嘘だともわからないしほんと迷惑な話このことがあってから父親は信用できないなと思っている小さいことだけどつまらない嘘をつく人は信用できないよね良い意味で他人には期待しない方が人付き合いはうまくいくと思う ある意味期待するのって自分の思い通りになってほしいってことなので自分の期待は捨てて目の前の人間を知るということを楽しめると伴侶でも親子でも人間関係はスムーズになると思いますリコさんはそのあたり達観されてるなぁと思いましたただ期待しないと言っても暴力とか借金とか許せない限度はあるので。 相手は変わらないという前提で無理なら離れるしかない石田純一さんは許容範囲なんだろうなぁと思うと懐が広い莉子さんは自立されているんだと思う夫の行動を過剰に心配したりせず放っておいて自分のことに集中できる奥さんは魅力的だし夫婦関係もうまくいくと思う